はい、こんにちは、116インズです。やっとマリナーズの補強に関する話が出てきましたので、今回動画でお話ししたいなと思っております。ここまでケンドール・グレイブマンとの格安再契約のみとなっていたマリナーズの動きですが、今日ですね、この冬初の FA 契約を結びまして、クリス・フレクセンというピッチャーと2年総額475万ドルの契約で合意したと報じられました。フレクセンの契約の詳細については、2021年の年俸が140万ドル、2022年は275万ドルとなっていまして、残りの金額が契約ボーナスとなっております。またフレクセンの契約はオプションもついておりまして、2023年のオプションは400万ドル。ただフレクセンがもし2022年に150イニングを投げた場合ですとか、あるいは2021年2022年合計で300イニングに到達した場合は、800万ドルでオプションが自動行使されることとなっています。他にも契約満了と同時に FA になることができたり、あとは本人の同意なしでマイナーに落とすことができない点が契約に盛り込まれているようです。ディポと GM はオフシーズンが始まった当初、オフシーズンの課題としてピッチャーを挙げていましたが、このオフ最初の補強はやはりピッチャーとなりましたね。ただそもそもこのフレクセンというピッチャー一体誰なんだという感想を抱いている方も多いかなと思っております。正直私も最初ニュースを見た時、え、誰って思ってしまったんですが、この選手もともとはメッツのプロスペクトだった選手でして、2018年 MLB.com のプロスペクトランキングでメッツ参加9位に入ったこともあるプロスペクトでした。でメジャーでも登板経験がありまして、2017年から2019年までの3年間、通算で27試合に登板。ただ残念ながら成績の方は振るわず、通算防御率は 8.07、 68イニングを投げて69失点、自責点は61と、なかなか MLB レベルでは打ち込まれてしまっているピッチャーとなっています。そして昨年の12月メッツからリリースされてしまい、今回マリナーズとの契約で2年ぶりのメジャー復帰となりました。マイナーではなかなかの成績を残していましたが、 MLB での3年間のフレクセンというのは、まあ、正直成績面から言えば全く MLB レベルではなかったと言わざるを得ないかなと思いました。通算の奪三振率 6.5 に対して通算の予四球率は 7.1 と、制球の面でもちょっとトラブルを抱えているようにも見えますし、ではなぜ今回マリナーズはこのフレクセンというピッチャーに2年総額475万ドル、日本円にすると大体5億円の投資をすることに決めたのでしょうか。実はこのフレクセンというピッチャー、今シーズンは MLB でプレーしたわけではなくて、韓国プロ野球 KBO でプレーしたんですね。昨年トゥサンベアーズと1年総額100万ドルの契約を結んで韓国球界入りを果たすと、ベアーズの先発としてフル回転、途中右足の骨折で離脱した時期もあったようですが、21試合で8勝、防御率は 3.01、 MLB 時代は6点台だった奪三振率も今年の KBO では 10.2 を記録するなど、非常に活躍した選手のようなんですね。また今シーズンベアーズは韓国シリーズに出場したんですが、このポストシーズンでフレクセンは28回3分の1を投げて防御率 1.91 と抜群の安定感を発揮し、チームを支えたようですね。今回1年での MLB 復帰となりましたが、まだ年齢も26歳と若く、この韓国での活躍ぶりを見ますと MLB での活躍というところも結構期待できるんじゃないのかなと思いました。マリナーズとしてもまだ年齢が若く、活躍が期待できる選手を獲得できたのは非常に良かったと思いますし、また最悪2年総額475万ドルぐらいの金額であれば、もしフレクセンが活躍しなかったとしても、そこまでチームの編成面にダメージを与えるような金額でもありませんので、マリナーズとしては格安で、うまくいけば先発ローテーションを任せることができる選手を獲得できた点は、チームとしてはローリスクハイリターンな動きなのかなと思いました。ではここからはフレクセンがどういうピッチャーなのかを見ていきたいなと思います。こちらの円グラフはフレクセンの MLB 時代の球種別の投球割合となっていまして、投球の大体6割以上は速球系が占めていて、これの平均球速が約90マイル台前半、そこに加えてスライダー系、まあどっちかというとカッター系のボールらしいんですが、これが2割ぐらいあって、投球の8割以上は速球とスライダー、カッター系が占めることとなっています。投球の6割ぐらいが速球である点と、平均球速90マイル台前半というところは韓国に行っても変わっていないようなんですが、韓国でのフレクセンの投球に大きく変化があった点としては、カーブをどうも増やしたらしいんですね。もともとフレクセンのカーブ、スピン量が 84% に入るぐらい、結構スピンの効いたカーブを投げることができた選手らしいんですけれども、 MLB 時代は 8% 程度しか投げていなかったこのボールを韓国ではもっと使うようにしたみたいですね。韓国でもバッターのフライボール革命は進んでいるらしく、それに対応するべくカーブを低めのゾーンに投げることをフレクセンは増やし、またこれに加えて
高めの速球もより効果的に使うようになったことで、フレクセンのゴロ率は韓国移籍後結構改善されたようですね。もちろん MLB と KBO では平均球速に差がありますし、フレクセンは間違いなくその恩恵を受けていた部分もあるとは思いますが、ただ MLB でなかなか失点を抑えることができなかったフレクセンがよりゴロを打たせる術を覚えた点は、来シーズン MLB でプレーする際も非常に生きてくるんじゃないでしょうか。ただ少し心配な点としては、先発としてやっていくにはちょっと速球の割合が多いかなというところですね。韓国では最悪速球でゴリ押すということももしかしたらできたのかもしれませんが、ただ90マイル台前半という球速は MLB では平均レベルとなってしまいますので、やはり頼れる変化球は2つぐらいは欲しいところ。 MLB の平均を上回るスピン量を誇るカーブを中心に、スライダーやチェンジアップといった変化球にもう少し頼れることができればいいのかなと思いました。ただ特にカーブは KBO でも非常に効果的だったらしいので、速球とカーブを中心に短いイニングブルペンから投げるという策ももしかしたらあるのかもしれませんね。それにしても最近は KBO、まあ、NPB もそうなんですけれども、そこで活躍した選手が MLB に戻ってくる例が非常に多くなってきましたね。こちらが最近 KBO から戻ってきたピッチャーの活躍となるんですが、現状一番活躍しているのは昨年ダイヤモンドバックスと契約したメリル・ケリーですかね。昨年防御率は 4.42 ながら先発ローテーションで13勝を挙げ、今シーズンは怪我をしてしまいましたが、5先発で防御率 2.59、 あとはブルックス・レイリーなんかもそうですよね。今シーズンレッズと契約して、その後アストロズに移籍したんですが、アストロズ移籍後17試合で防御率 3.94、 ポストシーズンでも登板するなど怪我人が多発したアストロズの投手陣の中で結構頑張っていた印象のある選手でした。フレクセンも KBO に行ったおかげでいい選手になって戻ってこれたと言われるぐらいの活躍を期待したいですね。では最後、動画中ちょくちょく触れてはいましたが、マリナーズでのフレクセンの起用法について話しておしまいにしたいなと思います。フレクセンは先発投手としてはちょっと速球が多めという話は先ほどしましたが、マリナーズとりあえずスプリングトレーニングでこのフレクセンを先発ローテーションで試すんじゃないのかなと考えています。現状マリナーズのローテーションですと、枠が当確の選手はマルコ・ゴンザレス、シェフィールド、そして菊池選手と3人しか決まっていません。リポと GM は今年も6人での先発ローテーションを回したい意向がどうもあるようですので、フレクセンがローテーションに入るチャンスというのは十分あるんじゃないのかなと思っています。また仮にローテーションに入れなかったとしても、フレクセンのカーブを中心としたピッチングであれば十分短いイニングでも戦っていけるのではないかなと個人的には考えていますので、ブルペンでの活躍も期待できるのではないでしょうか。まあ、先発とリリーフどっちもうまくこなしながらマリナーズの投手陣を支えてくれると一番いいんですが、果たしてどうなるでしょうか。個人的にはメッツのセスルーゴみたいなピッチャーになってくれるのが一番嬉しいんですが、 MLB に戻ったフレクセンはどんなピッチングを見せてくれるのか今から非常に楽しみです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければ高評価をいただけると大変幸いです。それではご視聴ありがとうございました。